こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。ちょっとバラバラまあね、はい、うん、あったり合わなかったりということでね、はい、うん、よろしいんじゃないですか、ね、ってことだね。そうだ ね、うん、まあよくさ、うん、苦労自慢ってあるじゃん、うんうん、まあこの間ちょっと触れたけどさ、うん、ね、うん、あなたは逆上がりができなかったと。そう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 、ね、で体育の時間が憂鬱だったと、うん、ね、うん、まあでもそんな大したことないじゃんって、うん、言われてしまうけどさ、うん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 、でも本人にとってはそうでもない。そう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 、だからさ、あるいはまたもっと本当にもっと大変な、一般的に見て外から見てね、客観的に見てもっと大変な苦労してる、うん、だけどもその人にとってはあれなんだよな、たかが逆上がりでは済まないところがあるよな、うんうん、だからさ、うん、何が、うん、だからよく話のツボって言い方するじゃん、ツボ、うん、にはまってどうのこうのとかさ、うん、あと金銭に触れたとかなんかってあるけどさ、その領域ってあるわけよ、きっとそれぞれの人の、うん、この領域に踏み込まれたらもうガーッと向かっていくとかさ、うん、ここを刺されたらもうダメみたいなさ、うん、そうだよな、うん、だからそれは人それぞれ違うわけで、うん、でもそれはすごくもしかしたら外見の容姿のことかもしれないし、うん、そうだな、うん、だからそうだな、若い時ってさ、うん、まあまあ、キャパーっていうかさ、うん、ね、今考えればなんでそんなことで悩んでたんだろうっていうことがさ、うん、あるわけだよね、うんうん、でもその時の自分っていうのはさ、うん、もうそれ本当に深刻に捉えて、うん、ね、まあ、これで世の中の終わりだみたいなところもあるわけだからな、ある、うん、だからさ、やっぱりそれはさ、やっぱり狭い世界に生きてるからなんだよね、うんうん、例えば今本当残念だけれども、中学生とかそういう、ね、高校生とか若い子が命を落とす、うん、では中学校しか知らないわけでさ、うん、この中学校の中でクラスでいじめられた、もうダメだとか、うん、部活の先生に何か言われた、うん、部活にこんなに命かけたのにもうおしまいだみたいな、うんうん、でも彼らにとってはすごい悩みなんだよ、うんうん、もう絶対的な世界だからさ、うん、でも卒業して大きなとこ出たらさ、なんてことないってなる可能性もあるわけだよ。そうだよね、うん、うん、ばっかじゃないなあいつらみたいな、うん、そうそんなことで、うん、人のことをぐじ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 言ってて、そうだよね、だからまあ喉元すぎれば、うん、ね、うん、っていうことでさ、うん、忘れてしまうこともあるしな、そういうことかな、うん、うんうん、まあだから例えば俺なんかほらがんの患者さんに取材してるけどさ、うん、ね、本当皆さんなんかすごい体験しながらいろんな気づきを得てさ、うんうん、人生が変わっていったっていうね、うん、まあとにかくすごい物語なんでね、うん、でも中にはさ、やっぱりこうあなたには分からないでしょっていう風なね、うん、それちょっと、きつい言葉を投げかけられたりもするわけだ。いや、それそうだろうね。なあ、でもそれはそうだな、うん、俺には分からない、うん、分からないことを前提にして、うん、分からないから聞いてるというね、うん、うん、でも聞いたら分かるというもんでもないから、うんうん、だけどその中で自分が今の人生の中でこれから生きていく中でなんかこうピピッとこう感じるものがあるからね、うんうん、まあ、そういったものをこうね、得させていただくというふうなのがあるけど ね、 うん、うん、ただでもまあもちろんそのね、命に関わるそういう、崖っぷちっていう体験はないけれどね、うん、うん、まあ何もなかったわけでもないというのもあるよね、うん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 、だからなんだろう、あなたには分からないでしょって言って もちろんその二の句もつけないんだけど、うん、そうそう、うん、でもあなたの気持ちを教えてほしいって思ってるからそばにいるわけであって、あなたの気持ちは分からないそうです、あなたに何となく私のことは分からないそうです、うん、関係ありませんって言ったら別れるしかないわけでさ、そうだよね、そういうことじゃない、そうだから、そうだよね、例えば子供でもさ、うん、まあ、動物でもそうだよね、うん、やっぱりこう気持ちを分かってほしいっていうものがあるし、うん、やっぱりその気持ちを分かろうとしてくれる人、うん、ね、実際には分かっても分からなくてもね、うん、分かろうとしてくれる人っていうのはやっぱり嬉しいわけだよ、うん、これはまあ我々でもそうだよ、うん、な、うん、うん、自分たちの気持ちを分かってくれる人っていうのは非常に大事な人だっていうことね、うん、うん、だからそういう関係がすごく大事かなと思ったりするんだよね、うんうん、だから同じ立場じゃないと分かり合えないというのも確かにあるけども、うん、同じ立場でなくても分かり合えるってこともあると思うし、うん、で私やっぱ思うんだけどさ、この前どっかのね、どっかの市議会かな、うん、子供を連れてさ、議場に入って釣ったもんだっていうのがあってさ、うん、で、まあ、もちろん、うん、まあ、それがいいか悪いかってそれは分からないし、どういう状況だったかも分かんないし、ただそういうことがあったってことしか伝えられてないからさ、うん、まあ、背景とかの掘り下げ方も少ないと思うんだけども、じゃあ今保育所を立てようと思っても反対される、うん、で反対してる人っていうのは、うん、子供を持ったことがない人が反対してる方、そうじゃないんだよね、うん、結構ご年配の方が、あ、そう、
ね、ここを次の住処にして静かな環境と思ったのに、でもその方にじゃあもしかしたら子供のいない方もいるかもしれない、な怒鳴り込んでる人いるって言ったから、うん、でもその方にももしかしたらお子さんがいて、うん、お孫さんがいてっていう人がいるかもしれない、うん、でも自分家の孫はよくて、うん、よその子はダメっていう、うん、そういうことらしいんだよね、話を聞くとどう思う、うん、あそうなの、うん、あそう、うん、だから自分家の孫がわーわーギャーギャー言うのは微笑ましくて、うん、よそんちの子のあれはダメだっていうなるほどね、うん、だから同じ環境だから理解してくれる、うん、例えば自分の娘も、うん、あ例えば復職したい、うん、預ける保育所がない、うん、じゃあうち連れておいでって、うん、そこで完結しちゃうからさ、わ、うん、からないんだよね、うん、多分なるほどね、本当 の, その自分のお嬢さんの悩みとかさ、うん、あそうだね実家に預ければいいんだとか2世帯建てようかとかさ、うん、そうなっちゃうと、うん、分からないかもしれない、そうだよな、うんうん、だから同じ立場だから分かるよねっていうのは、まあ、ある意味私幻想だと思う、そうだな、同じ体験したからって分かるもんじゃないし、それぞれやっぱその辛さとは違うわけだしな、うんうん、そうだな、うん、まあ、転んだって、痛みに強い人と弱い人といたりするしね、同じ、まあ、病気であってもさ、うん、その捉え方によってさ、うん、全然違ってくるからな、うんうん、なんか私ね、キコがお腹大きかった時、うん、ギリギリまで働いたけど、うん、でもやっぱりほとんど席譲られたことないの、ああそう、うん、で本当に伊豆下田で仕事があった時は、うん、もう席が全然取れなくって桜の頃とかさ、うん、あもう本当に立っていったんだよね、でそれは構わないの、自分がちゃんと先に用意してなかったからなわけであれなんだけども、でも案外今電車の中でさ、うん、席を譲ってる人を見ると若者だったりとか、うんうん、そうだね、子育て経験した人たち、例えば私たちぐらいの年代だよね、うん、が「ああ大変ね」って席を譲るかって、うん、そうじゃなくて、うん、もう若い人が、じゃあ男の子が譲ったりとか、なるほどね、そうだな、うんうん、でもあれもね、なんか書いてあったな、赤ん坊って抱っこしてると泣かないけど、そのと泣いちゃうから、うん、ね、譲られても座れない、ね、座らないってね、しかも育てじゃん、うん、そうだったな、大変だったな、でもな、でも同じ立場の人が全て分かるわけじゃないんだよ、そうだよね、だからその幻想から抜け出さないと、うん、だからその期待値ばっかり上がるわけ、あなたなら分かってくれるはずでしょって、うん、あなるほどね、でも分かってくれないと余計傷ついたりする、そうだよね、だから今逆に言うと発信した方がいいと思う、今私はこういうことで困っています、助けてくださいって時にもしかしたら若い男の子かもしれないし、うん、おかまかもしれないし、ね、うん、極端なこと言えば、うん、おじいさんかもしれないし外人さんかもしれないし、うん、どんな人が集まってくるか分かんないわけよ、そうだよな、うん、同じ世代が分かる分かる、もちろんその同じ世代分かってくれて、うん、今原動力になってる人もいるわけよ、自分たちが大変だったから、これの問題は解決しなくちゃいけないって言って、うん、頑張ってる人いっぱいいるじゃん、うん、でも全てじゃん、だから、うん、だから全てじゃないのよ、うん、そこが面白いところだと思う、人間の社会って、そうだな、うん、そうだな、うん、だからその発信するっていう意味ではさ、あれ赤いタグな、カバンにつけてさ、うんうんうん、なんつったっけな、うんうん、なんとかマーク、ホスピタルマークだっけか、なんだっけ、なんかそんなのつけるな、うん、うん、この間さ、うん、電車乗ったらさ、うん、またこう前にさ、うん、おじさん座っててさ、うん、カバンについてんだよ、うん、うん、向かい気分かんないからさ、うんうん、ね、でずっと目あったからさ、なんか体調悪いんですかって聞いてみたらさ、うん、やっぱ手術したのかな、声が出ないんだよな、あそう、うん、まあ咽頭がなんかなんかそうかもしれないな、うん、それなのでさ、うん、うん、で、出ない声でさ、うん、実はとかいう感じでね、うん、話してくれたけど、うん、本当にあれはね大事だね、外見分かんないもん、うん、分かんない、本当分かんない、うん、だから松葉杖ついてたりとかさ、うん、車椅子乗ってたりとか、うん、スリッチャーに乗ってると、うん、あお手伝いしなきゃとかと思う、うん、白杖ついてたりとかね、うん、白いついてる、うん、そうじゃない人っていっぱいいるんだよ、そうだよね、うん、うん、いや本当にそうだ、やっぱりなかなかさ、やっぱある程度主張していかないとね、うん、分かってもらえない、うん、そういうのはあるよね、本当そう思う、うん、がんと戦ってる人ね、抗がん剤の影響でやっぱフラフラするとか、うん、それでもどうしても行かなくちゃいけないとかってあるかもしれないけど、で外見上ね、そちょっと痩せてるかなと思ったぐらいでってなることあるからね、あるよね、うん、うん、そうなんだよね、そうすると、座ってても変わろうとしないし、うん、ね、あれは優先席座ってるのなんで座ってんだって話になって、そうそうそうなってくるからな、そうそうそう、非常に出づらいよな、うん、そうなるとね、うん、うん、いいことはでも考えたなと思いながら ね、 ね見てたんだよ、うんうん、もっとも世の中ってね、いろんな人がいる、うん、だから今すごい辛く悩んでる人もさ、うん、いろんな人いるんだから、もしかしたらどっかに自分のことすごい分かってくれる人もいるから、本当そうなんだよね、そうだな、分かってくれる仲間がいるかもしれない、うん、
分かってくれる人がいるかもしれない。そうだよ。もし今家族間でさ、この前も家族間でなんか殺人事件あったけどさ、うん、すっごい対立してなんでこんなうちに生まれたのかとかさ、うん、悩んでる人いるかもしれないけど、うん、赤の他人の方がさ、うん、うまくいくかもしれないんだ。そうだよね、言うじゃんね、うん、遠くの親戚より近くの他人か。そう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 、だから確かにそうだよね。うん、うん、だからまあやっぱりこうなんか腹割って語り合えるそういう関係性っていうのをさ、うん、どれだけ持ってるかっていうのはね、うん、すごく大事なことだよね。うん、うん、だからもうなんだろう、本当にね、絶対分かってくる人がいると諦めたらそこで終わりだからね、うん、もうダメって思ったらそこで終わるわけだから。そうだよ、うん、まあ、諦めないことが私は人生で大切だと思った、うん、すくすく思う。そうだな、うん、うん、まあしぶとくね、うん、しぶとく、うん、やっていく必要があるよ、うん、な、うん、はい、と思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。